次で最後の曲になります。さっきもちょろっと言ったかもしれないんですけど、次の曲は好きなものをもう好きって言っていいんだよっていう曲です。みんな好きなものを好きって言って自分のやりたいことやって楽しく生きていきましょう。今日はありがとうございました。Thank you.
でした。ありがとうございました。